こんにちは、リリナナです。今日はちょっと初心者さん向けかもしれないんですけど、円の編み方をやっていきたいと思います。で、円が編めるといろいろなものに応用できると思うので、自分のオリジナル作品だったり作りやすくなると思います。で、とりあえず表を書いてみたんですけど、6目スタートの時と8目スタートの時の表を書いてみました。で、6目スタートの円だと、ボールだったりニットボールとか、あとは編みぐるみの頭とか、結構カーブになっているものが6目スタートが多いです。で、こっちの8目スタートの時は平らな円になるので、コースターを作ったり、あとは私は小物入れを作った時も8目スタートにしました。あとバッグの底だったりとか、平らにしたい時は8目スタートにするといいと思います。で、実際編み方は同じです。目数が増えるだけで、全部やることは何目スタートでも同じなんですけど、とりあえず細編みで編む円の編み方のお話をしていきます。6目スタートの時、1段目は6目細編みを入れます。そうすると1段目は目数が6個。次2段目、2段目は1つの目に対して全て増し目、細編みを2つずつ入れていくので12目になっていくと思います。全部段数の目数は6目スタートの時は6の倍数、6個ずつ増えていって6の倍数になります。8目スタートだと1段目は8回細編みを入れるので全部で8目、次は1つの目に対して2つずつ細編みを入れていきます。増し目をしていくので全部で16目という形で、8個ずつ全部増えていくので8の倍数、例えば7目スタートの時は7の倍数という形に、作り目の倍数で目数が増えていきます。で、グループで考えるとすごく簡単です。8目スタートの時はグループが1,2,3,4,5,6,7,8 8個、6目スタートの時はグループが6個、1,2,3,4,5,6 6個。1つの目に対して1つの目に対してここで増し目をしたんですけど、増し目というのは細編み2つということで、1つのグループにって考えると、ここが1つですよね。で、増し目なのでここで2つで、増し目細編みなのでここで3つ、細編み増し目細編みなのでここで4つって形で、1つのグループでどんどん1個ずつ増えていく形になります。で、綺麗な円を作りたいので、同じところにばっかり増し目、例えば最初のところにばっかり増し目をしていくと、ちょっといびつな円になってしまったりするんですね。なので私は、ま
し目をちょっと交互に入れていってます。その時に分かりやすいように、最初は細編み、次は増し目、次は増し目細編み、次細編み増し目細編みという形で間に増し目を入れたりしていきます。でその時のポイントが、ここの細編みの数が奇数の時、ここは1つ3つ5つ7つ9つってあるんですけど、奇数の時は増し目で奇数の細編み入れていきます。で本当はここは2個増し目と細編みを2つ、こっちは増し目と細編みを2個と2個で4個で、3個と3個でこっちは6個入れるんですけど、その時は2つに分けてます。偶数の時は細編みを2つに分けて間に増し目をする形で、ここだったら本当は2つつなげてもいいんですけど、増し目細編み細編みと編んでもいいんですけど、なるべく円がいびつにならないようにずらして、増し目する場所をずらして細編み増し目細編みで、次は増し目、奇数なので増し目で3目細編みを編んだら、次は足すと偶数になる数の時は2つに分けてます。本当は4目なんですけど2目2目に分けて、こっちは6目なんですけど3目3目に分けて、こっちは8目の時は4目4目に分ける、で間に増し目を入れるという形で編んでいってます。これもうずっとここで1つ増えたら2つ増やす、3つでここで4つ増やす、5つで6つ増やすという形で、奇数偶数奇数偶数という形で編んでいってます。これが今とりあえず12段まで書いてるんですけど、もう20段になろうが30段編もうが全部これの繰り返しになります。でそれは8目スタートの時も全部同じ、ここがもうやり方は全部同じです。11段目増し目で細編み9個、8目スタートの時も11段目増し目細編み9個で、グループがただ1,2,3,4,5,6,7,8 8個になってるだけなので、これのずっと繰り返し、同じことの繰り返しになっていきます。わかりますかね。ここを覚えれば細編みを入れる数が奇数の時は増し目奇数、偶数の時は2つに分けて間に増し目を入れるっていう形で編んでいくんですけど、これを覚えれば何目スタートでもとりあえず細編みの場合で綺麗な円を編む場合はいけると思います。とりあえず編んでみましょうか。ベーシックコットンのちょっと余ってた糸で、今回6目スタートでちょっと編んでみたいと思います。指に2回巻きつけます。で持ってきて、この中に細編みを6回入れます。輪の中に針を入れて持
ってきます。ここで鎖編みを一つキュッとで鎖を一回やって立ち上がります。ここから細編みスタートです。6回していきます。1、2、3、4、5、6、6回したら糸を引き締めます。糸端を引っ張って反応した糸を糸が出てる方からこうキュッと引っ張ります。そうするともう一つの輪が引き締まってくるので、引き締まったら糸端をキュッと引っ張ります。でどこに入れるか分かんなくなっちゃった時は、最初の最後か最後の細編みから数えて6目目、1、2、3、4、5、6、6目目の頭に針を入れます。で糸を持ってきて引き抜く。これで6目スタートの1段目ができました。で次2段目はすべて増し目をしていきます。1回立ち上がって1つの目に対して2個ずつ細編みを入れます。2個ずつ入れるのが増し目、1、2、で次の目にも細編みを2回、1、2、次の目にも2回、これの繰り返しです。全部2目ずつ入れていきます。で2目ずつ入れてたので、全部すべての目に増し目をしたので、ここが引き抜いたところ、立ち上がり最初の目、ちょっと分かりにくいですかね、最初の目に針を入れて引き抜きます。これで2段目。次3段目、3段目は増し目細編み、全部一緒です。増し目細編み、一回立ち上がって根元から増し目をします。細編みを次の目に1つ、次の目にまた増し目、で次は細編み、これの繰り返しです。増し目、細編み、これをずっと最後までやっていきます。で増し目細編みを全部の目に入れていきました。全部の目というか、先ほどグループで考えればいいと言ったので、6箇所のグループで増し目細編み、増し目細編みという形で全部入れていきました。で例えば増し目細編みなのに最後に増し目で終わっちゃったとしたら、どこか間違ってるなっていう合図になりますので、もう一回ほどいてどこが間違ってるかなって確認した方が目数が狂わずいいと思います。でまた引き抜いたところ立ち上がり最初の目、最初の目にじゃ針を入れて引き抜きます。でこれで3段目まで編めました。次4段目、4段目は2個、1つのグループに2個細編みを入れるので、2個というのは偶数の場合は2つに分けるって考えて、細編み増し目細編みという形で細編み増し目細編みのずっと繰り返しをしていきます。1回立
立ち上がって根元に細編み、で次増し目で細編み、細編みの間に増し目を挟む感じですね。細編み、増し目、細編みで細編み、増し目、細編みという形で最後まで編んでいきます。で最後まで来たのでまた引き抜いたところ、立ち上がり最初の目、最初の目で針を入れて引き抜きます。で4段目までできました。次は5段目、5段目は増し目で細編みが3、それの繰り返しになります。立ち上がり一つで根元に増し目、細編みが偶数なので増し目の後にずっと細編みを3つ入れていきます。1、2、3で次はまた細編みで次細編みを2つですね。細編みを2つで増し目で次は細編みを3つ、1つの目に対して1つずつを3回やっていきます。また細編みを2つで増し目をします。増し目で細編みを3回、でこれの繰り返しをしていきます。で最後の目まで来たので引き抜いたところ、立ち上がり最初の目、最初の目に針を入れて引き抜きます。でちょっとこうカーブしてるのが分かりますかね。6目スタートだとちょっとやっぱりこうカーブします。こんな感じでゆるいカーブで、このまま増し目とか何もしないでずっと編んでいけば、これちょっとバックになったりとかもしますし、いろいろ好きにアレンジができると思います。例えば8目スタートだったらもっとピシッと平らになるので、このまま普通に細編みをすれば小物入れだったりバッグだったりいろいろ使えるし、そのまま置いとけばコースターにもなるしって感じでいろいろ使えると思います。でとりあえず5段目まで、1、2、3、4、5、5段目まで編んだんですけど、あとはもうずっと同じです。6段目は2増し目2、7段目は増し目5という形でどんどん増えていきます。で円を編むときに私はよく本を見たりとか動画を見たりとかするのがめんどくさいので、殴り書きみたいな感じで結構書いてます。まずが細編み、次増し目、次増し目、細編み、細編み、増し目、細編みで次は増し目で、もう細編み細編み細編みってバツバツバツって書くのもめんどくさいので、数字で3というのは細編みってことで、次は2増し目2、次増し目5、3増し目3、増し目7という形でずっと書いたりとかして、例えばここを編んでた時に次なんだっけっていう時にパッと見れば、これのもう繰り返しなので、あ、増し目細編み5だとか、次細編み3回編んで増し目、次細
こまみさんっていうのが結構わかりやすいと思います。結構自分の中で殴り書きをして、ここまであんだから、ここまであんだからってこけしてったりなんかして編むといいんじゃないかなとか思います。で、円が編めるようになればいろいろなものに使えると思うので、よかったらちょっと編み物の上級者さんだったり、編み物が得意な方にはつまらない動画だったとは思うんですけど、結構初心者さんも見ていただいてるみたいなので、いろいろ皆さんで楽しめたらなと思って、ちょっと円の編み方をやってみました。で、今度ちょっといつになるか、次回になるか、いつになるかちょっとわからないんですけど、今度は楕円の編み方もやってみたいと思います。私も楕円を編むときに目数を数えたりとか、増えたところがどこだったっけって結構最初のうちは苦手だったんですけど、考え方を変えたらすごく簡単にスムーズに編めるようになったので、それも動画にできたらなと思っています。楕円だったら結構バッグの底とかもすごく使えるので、もしアップしたら見てみてください。で、ちょっと今回手荒れがひどくて恥ずかしかったんですけど、もし何かおすすめのハンドクリームがあれば教えてください。全然なかなか手荒れが良くならなくて困ってます。で、余計なことまで話してしまいましたが、では今回はこの辺で。リリナナでした。